界の新カリスマミラクルレミです。イエーイイエーイ、拍手してお願い、心もとない。さあ突然始まりましたこの動画ね、何をするんだろう、なんだろうって思っていると思うんですけれども、不定期配信でお送りするこちらの番組では、私ミラクルレミがバトスピに関するあんなことやこんなこと、さらにイベントの裏側やバトスピに関係しないことまで、皆様に楽しんでもらえる以上に私自身も楽しみながらお送りしていく番組にしたいなと思っています。緊張してます。緊張してますし、これ何するのか全く分かってないです。そうですね、もう緊張が溢れてる。はい、もうね、とりあえず笑っとこうと思って。え、実際これは何をしていくんですかね。そうですね、この後、はい、続けていくと、いろんなゲストが来たりとか。お、ゲスト、あ、嬉しい。バトルをしてもらったりとか。はい、バトルでいいですね。いろんなそういう企画も用意してるんですが、はい、今日はですね、まず実は足元に何かありますか。はい、あります。大きいやつですね。はい、こちらのスケッチブックを開いていただくと、はい、え、いいんですか。はい、はい、ドン、ドン。今日はまずは機械質問コーナー、イエーイ。じゃあ早速いいんですか、ね、はい、どうぞ。いきますよ、よっ。でーれん、バトスピ歴はどれくらい。1年です。まだ慣れてないこともある。もうたくさん大変ですよ。効果処理がよくわからない。アタックした時にコアが増えてレベルが上がったら、その後のなんかアタック時効果も使えたりするじゃないですか。大変。まだじゃあちょっと学びながらのカリスマ。そうですね、もうカード知識は全然足りなかったりするので、でここからもどんどん進化していくぞと。はい、頑張りたいです。もう最強になりたいです。はい、次いきましょう。次いきますよ。でーれん、使っているデッキは。今は早朝デッキを好きで使ってます。今グランウォーカーがやっぱり貼ったら強いじゃないですか。はい、でもその貼る前に叩いてやろうみたいな。なるほど。ちょっとスピード感を意識して久しぶりに使うとやっぱ早いんですよね。そして楽しい。最近じゃ使い始めた。昔も使ってたんですけど最近またって感じです。一番好きなカードは。あー、一番好きなカードが早朝じゃない。早朝じゃない。一番好きって言われるとワーストサーベル。10ヒルを最高です。ライフも抜けますし、あの子は降臨ですし、あと見た目がすごくかっこいいし可愛いです。基本的に獣が好きなので拳銃デッキは大好きなんですけど、あの子はやっぱり強いですね。強さがやっぱり一番ポイント。そうです。ただ今私が作ってる拳銃デッキには入ってないです。ちょっと考えた結果抜きました。次の質問、はい、でーれん、バトスピ以外。バトスピ以外、バトスピ以外で好きなことですか。インターネットのゲームが好きです。まあ今 e スポーツとかありますね。でも e スポーツ、ちょっとそこら辺はよくわかんないですけど。そうですね、友達とこう会話しながらできるんだ最近のゲームはって思ってすごく好きです。ゲームは基本的に全般好きです。なるほど。ただカードゲーム自体はバトルスピリッツしかしたことがないので、人生ですごい感動しました。こんなに日本語が難しいのか。でもやっぱりバトルすると駆け引きがすごい楽しかったりして面白いな、カードゲームと思いました。本当に。ドン。エクストリームゲーム、あ、出演の感想。いやー緊張しました。すごい緊張しました。バトルの部屋も緊張しますし、なんかもう震えるんですよね。でその私より先に出たバトリさんがなんかすごいかっこいい勝ち方をしてしまったので、これは勢いに乗らなきゃいけないと思って。でも勢いに乗れたんじゃないですか。乗れましたね。乗れましたね。その後の坂口さんも、ただ私が勝った後、勝ったよって言って楽屋戻ったらすごい怒られました。ミンクユッカをちゃんと処理しなさいってすごい怒られて厳しかった。なんか大会ですね。初だよ、私デビュー戦で勝ったんだよ。デビュー戦勝利ですもんね。そうなんですよ。なんかハイタッチでいいような。そうなんですよ、なんか優しくしてくれていいのにと思って。でもまあ肉ゆかを焼くべきでした。じゃあ次の次いきます。はい、よいしょ。でーれん、バトスピチャンピオンシップ 3on3 決勝の感想。はい、いやーこれはすごかった。
ったんですよ、ね、半分口開けてずっと見ちゃった決勝はプレイングも丁寧で、なんていうんですか、デッキパワー的に見るといやきついんじゃないかなっていうのをプレイングで結構カバーしてたり、あとはまあ相手の事故とか手札事故もあったとは思うんですけど、そういうとこ見逃さないでちゃんと攻めていく姿勢がすごくって、なんかもう本当に勉強になりました。確かに海外が優勝というか、はい、まあ、香港が優勝って言ったら、ね、初らしいですよね。初ですよ。いやおめでたかったです、すごい。で日本勢はもう海外も視野に研究していかないといけないんだなってすごく思いました。ゆみさんも英語の確か本当ですか、英語も喋れます。あれこれからあこれからジャパトスキーと英語を頑張る頑張りますはい、そんな感じです。じゃあ次の質問に行ってみたいと思います。ゲレンドン、聞かせてください今後の目標。ズバリショップバトルです。イエーイ、バトル、いろんなユーザーさんと戦いたいです。はい、ことはいっぱいありますもんね。ありますね。まだまだ、いやもう本当にプレイングは勉強になりますあとやっぱり自分が握ったことがないデッキタイプとかと当たるとすごい勉強になりますし、何が出てくるのかっていうのがわからないので、バーストって何なんだろうとか、とりあえず今の環境だったらアレックスは絶対入ってるんだろうなとか思いつつ、でも色の特色のあるバーストとかは全然わかんなかったりするので、そういうのを踏んだ時に大打撃を受けながら毎回勉強になっています。ユーザーさんにもちょっと今後、うん、ね、バトルするかもしれないので、はい、そうですね、もうぜひ行きたいです。いろんなバトルしたいです。ショップバトル、メッセージありますか。はい、明日はあなたのショップに行くかもしれない。ちなみに、はい、先輩カリスマのアグレッシブ健太さんは100人組でみたいなことやってましたが、はい、じゃあ私はちょっと夢はでっかくで1000人にしましょう。おー、1000人これ1000人も乗り越えたらかなりレベルアップしてる可能性ありますもんね。1000人になったら多分レジェンドさんに並べるかもしれない。レジェンドレイミ的な。レジェンドレイミかっこいいですね。なれるぐらい、はい、なれるぐらいちょっとスキルアップはするんじゃないかと。あ、いいですね、1000人ちょっと頑張りたいです。ぜひ行きましょう。ぜひ、はい、あ、お願いします。ぜひ本当にあなたのショップに行きますね。待っててください。はい、で次行ってもいいですか。はい、めくりましょう。でれん、この番組でやりたいこと。今もちょっと出ましたけどね、はい、バトルしたいです。バトルしましょう。あとやっぱりそのショップバトル行くにするにしろ、やっぱこのね衣装だとちょっとバレちゃうので、あ、ミラクルだってすぐバレちゃうので、こういう堅苦しい感じじゃなくて、やっぱり番組用のというかそういうユニフォーム的なのを作ってもらえればなと思ってます。そういうの作れたらいいですよね。 T シャツだったり。そうですね、 T シャツいいですね。作りましょうか。え、本当ですか。作りましょうよ。やりたい、やりたい。この番組オリジナルの、はいはい、T シャツを、あ、いいですね。レミさんデザインで、え、はい、番組ご視聴ありがとうございました。これからですね、番組の感想ややってほしいこと、あと質問などなどですね、私のツイッターなどにコメントをたくさんいただけると嬉しいです。そしてバトスピの最新情報や白熱のバトルが繰り広げられるバトスピエクストリームゲームなど情報満載のこちらのチャンネル登録よろしくお願いします。